どうも、ゆうたです。今回もユリアプリ2021やっていこうと思います。で、今回ですね、ライブアップで A がいないということでね、今回はこのレジェンドスカットを組んだんで、やっていこうと思います。はい。で、試合ですね。調子をルンメニゲ、マティウス・マーマイ、お相手さんですね。はい。試合、行こうと思います。今回ね、グアルディオラ当てて、ちょっと、どんな感じなのか使ってみたかったんで、とりあえずスカッタに入れてみたんですけど、どうなんすかね。今のところ悪いプレイないんでね。うわ、危ない。カーン強いな。今回ね、あれなんですよ、カーンもね持ってなかったんで、めちゃくちゃ嬉しい当たって、で普通に今使ってるって感じですね。いや、ここの抜け出し、いや、ファンバステン強いよね普通に。うん、この抜け出しね、ディフェンダーよりも前にいたのに勝っちゃうっていう、普通にせえな。でね、アイコニックとか持ってない人はね、こうやってレジェンドだけでスカート組んでもいいかもしれないなって思いましたね。普通にやれるなって思う。全然弱くないし。で、 B 固定、そう、 A 固定、A 固定っていうの、まあライブアップで A がいないから B 固定使うってなったら、やっぱアイコニック一番強いかなと思うんですけど、やっぱアイコニック持ってる人そんなにいなかったりもするんでね、やっぱこうやってレジェンド使うのが一番いいっすよね。はい、インザーギ、もうね、インザーギ普通に強い。なんかね、インザーギボール持って打ったらもう入っちゃうみたいな感覚なんですよね。うわ、ラグ、めちゃくちゃ止まるな。ヨハン・クライフェ、ネドベドとかもずっと持ってなくて、今回のレジェンドガチャで当てたって感じですよね。普通にせ、インザギ、いや無理か。アイコニックのアイコニックのクライフとかもね、めちゃくちゃ欲しくてガチャめっちゃ引いたんですけど、結局当たんなくて、まあ普通にレジェンド強いからもういいかなって、もう完全に諦めてますね。さあ、いや危ない。エドベド、マテウス、ナイス、インザーギ、グアルディオラ、来た、ルンメリゲ、ここにシューキャン、よし、コンか。はい、ナイス。ここね、しっかり止めて、コントロールカーブ、コントロールカーブね、しっかり決めていくと。止まるな、めちゃくちゃ。そうだ、マルディーニとかも全然持ってなくて、今回のガチャで当てたんですよね。普通に強いな。マルディーニはね、普通にガチスカで入れても全然いいかなとは思う。いや、危ない。フィルミーノやばい。ナイス、カーン。カーン、普通にいいな。ということで、試合終了と。2-0 で勝ちということでね。まあ、アイコニック持ってない人たちは、もうこうやってもうレジェンドスカット組んで試合してみるのもいいかなと思いましたね。いやー、ここの抜け出し最高バスね。普通に強いな。ってことでね、ご視聴ありがとうございました。この動画良かったら高評価、チャンネル登録お願いします。